後に欲しかったものパート2でございます。ファックスでいただきましたラジオネームアメジストさんからいただいています。この方67歳周南市の方です。昭和32年生まれです。欲しかったもの、ベッド。前もあった布団じゃなくてベッドね、うん、山沿いの田舎ではお金持ちといえば、お医者さんの方か派出所の方でしたと。あ、そうなんだ。その家の子供の部屋に遊びに行くとベッドがあるんです。憧れました。トランポリンみたいに遊んでました。で、盲腸など入院した子供が病院のベッドで寝たって自慢げに話すんですけども、私は元気そのもので病院にお世話になることがなかったので、中学生になってようやく個人部屋になり、ビールケースとベニヤ板を組み合わせてベッドを作りました。あ、まあ、それはね、まあ、みんなやってましたよ。ビールの開けた後コンパネ引いて、あとマットレスを置くっていうのは割とやったけど。背中痛くないんですか？あ、マットレスが大丈夫ですか？でもね、昭和のね、はい、昭和32年の生まれの方でしょ、はい、多分ね、俺よりも2つ上の先輩だけど、うん、入院した時地方の病院は、うん、ベッドなんだけど、そのスプリングじゃないのね。え、あのね、なんつうんかな、布団重ねてんの？まあ、藁じゃないんだけど、なんかそれがもう畳みたいな感じで。なんでそんな詳しいんですか？はい、なんか生きちゃう。そうじゃなくて、え、子供の頃入院した？入院と転校したかった。そう、全然一緒一緒で、一緒一緒、ずっと東村山だし、とやってから、あと駆け落ちよ。なんか好きな子が、この3点セット、そう、それで、付き合う子ができてさ、なんか親に反対されたらどうするかとかってバケる分からん話をするわけじゃないですか。だから映画か、じゃやめてよろしくねって言われて、勇気が出ない。それでもさ、本当、はい、ね、うん、俺配達してたから分かるんだけど、本当、はい、子供が喜ぶのね、待望のなんかベッドっていうか、うん、で入った瞬間 やっぱり飛ぶんですか？いや、それはね、うん、育ちの問題ですよね。そのなんていうか、それはね、うん、育ちの問題ですよね。そのなんていうか。あとしつけの問題でしょう、それは。いや、でもやるやろ、ソファーも。折り鶴蘭さんからいただきました、この方は山根さんと同学年の方ですね、私が小学生の時に欲しかったものは自分専用のラジオですと。お、小学5年生の頃、中2の姉が試験勉強をしながらオールナイトニッポンを聞いてました。姉のお気に入りはあまちゃんこと甘井邦夫さんという方でした。で、昭和45年当時、うちにはラジオは1個しかなくて、私のお小遣いで買えるような安いラジオは売っていなかったと思います。今みたいに気軽に見に行けるような電気屋さんも少なかったような。自分専用のラジオってのありました？まあ、そういうの、ありました。あのね、なかなかなかった。中学か、中学に上がって、ラジカセ、かな、でもなんかね、兄貴のお風呂で、トランジスタ、兄貴のお風呂あった。あれはね、ナショナルのワイルドボーイだったかな。ほう。でもその前にね、小学校の時に流行ったのは、感度悪いんだけど、ゲルマニウムラジオ、なんか巻いて鉄に巻いてとかするやつ。アースをね、なんかクリップで挟むのね。聞いたことあります。電池とかいらないのね、イヤホンで聞くの。おう、なんで聞けるんですかね。分からんよな、地球の力。何なんだろうね。だってアースでしょ。アースって、アースってのはマグマ大使ですね。アースが、はい、アースが。アジサイ大好き恵子さんからいただきました。この方昭和42年生まれ57歳です。小学生の時に欲しかったもの、当時流行っていたローラースルー55です。わー、うちにもボロいのあった。近所の子が持ってて欲しくてたまらなく、少しずつ貯めてお年玉で買いました。あ、すごい。真っ赤なローラースルー55、近所で得意げに乗り回してました。今でいうキックスケーターに、ただ単に足でガーガーってやるんじゃなくて、後ろで足で蹴るペダルがついてるんですよ。知ってる。それでこう、レバーをこう後ろに下げると動力になってチェーンがついてて動くっていう。作ったやつがおるよ絶対。ちょっと見せてみ。車輪はね、前が2つ、ハンドルついてて、ブレーキもついてるってことですね。もうサビサビになった時になぜかうちに来たな。あれはどうしてだったんだろうか。昭和の子供ってさ、サビを落とすよな。昭和の子供ってさ、サビを落とすよな。城山のあじさいさんからいただきました。56歳昭和43年生まれの方でございます。私が欲しかったものは、友達の家にあったボードゲーム、人生ゲームに億万長者ゲームです。でもうちは買ってくれない。そこで
10歳の時に丸々書き写すことにしました。あの野球盤とか作ったよね。本当 みんなでなんか、で友達の家の人生ゲームを書き写したんですが、でかい紙がないんですと。で母に言ったらもらえたのがカレンダーの裏紙。あ、当時模造紙なんて手に入らないですもんね。模造紙って何？え、模造紙ってほら横ポスターとか中国のなんか鉄人かなんかですか？違う、だから僕ほらあの早口言葉とか今書いてるやつ、あの大きな紙、うん、で車型のコマは消しゴムで代用で、結婚して子供が生まれるとピンを刺しますよね、うん、あれを待ち針で代用したっていう。でルーレット作れないのでサイコロで代用しました。まあでもやっぱないものは自分で作る、ね、昭和の子供はね、うん、作るのよ。作る、自分で作る。昭和の子供はね、うん、作るのよ。作る、自分で考えるのね。何かこうお金も持ってないし何かできないだろうかっていう。でも欲しいんだよね、まあ、それは欲しいから、うんうん、そうなる。だからなんかな、俺思うんですけど、例えば俺ギターとかやるじゃない、はい、とりあえずね昭和の人はね全部独学なのよ。え、あの、うん、そう教本とか、あ、本に、まあ、コードネームが書いてあるぐらいのことなんですよ、うん、であと耳なんですね、うん、だって押さえ方わかんないね。であとはちょっと上手な人に教えてもらうっていうことだけど、今はさ全部なんとか教室とか、はい、あとなんとか、うん、あと動画があります。あ、動画な。あ、 でもねいい時代になったと思いますよ。動画すごいね、うん、親切。へえ、うん、だって今見ないでしょ、だってその弾き方とか。いや、たまに見るよ。あのね、あ、そういうレクチャーしてる動画見て、おお、なるほど、分かりやすいのとかって思いますよ。参考になるんですか？なると思います。山根さんのレベルである程度の知識がある人はなるほどなっていう。ああ、そうですか。そうじゃない、なんか内角の打ち方とかもなんか ある程度できるけど、どうも内側に腕が畳めないとかっていうのが、うん、全くの素人だと分かんないけど、うん、ある程度知ってる人がいると、うん、その通りかってなるね。そうそう、うん、引っ張るとか、ね、うん、流すとかっていう、右へ流す。だから、だから全くの素人だったら何のことか全く分かんないかもしれないけど。第1回梅崎ちゃんと山田くん。噛んだ。こんにちは、平成12年生まれの梅崎さくらです。こんにちは、平成10年生まれの山田玲司です。はい、今日は1年目の野口さんがあまりにも優秀すぎて、2年目のね、私たちがちょっと不甲斐ないということで2年目研修があれってちょっと聞いてきたんですけど。あ、本当ですか？はい、違いました。今日何をするんですかね。この中に答えがある。じゃあ開けていいですか？開けてください。はい、じゃあ開けますよ。いきます、せーの。はい、ん、なんだじゃこりゃ。ゲームボーイよりもっと古い、なんでしょう。見たことない。見たことない。え、でもこれ家庭用ゲームみたいじゃないですか。リモコンみたいな、うん、結構古くて押したら壊れるとかない？どうだろう。あ、なんか時刻設定しちょっとちょっとわかんない。ちょっとわかんない。ちょっと来ました。何でしょう。これは昭和40年50年代に生まれた人たちが子供の頃に流行ったポータブルゲーム機で、はい、時間の表示もできることから一般的にゲームウォッチと呼ばれていました。うん、ここにあるのは1982年にエポック社から発売されたモンスターパニックというゲームで少年が5体のモンスターの攻撃をかわして脱出するというもの。ほう、当時子供たちの間でドンキーコングと並んで大人気でした。はい、今からおよそ40年前のゲームです。うん、これからこのゲーム機を使って2人で対決をしてもらいます。シンプルに点数が多かった方が勝ち。勝った人には番組 PR を、負けた人には罰ゲームが与えられます。もうモンスターパニック、もう僕たち今パニック状態なんですけど2年目パニック状態で練習してもいいんですか？10分ぐらい。ダメダメ。え、でも5分5分5分ダメ。じゃあ2分。あ、2分なら2分なら許してもらいました。はい、はい、2分か。でも操作方法もわからないですよね。じゃあまあまあとりあえずいろいろ試行錯誤しながら練習していきますか。はいはい。あ、来る。あー、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 なんで今、ちょっと待って、今、いけいけ、無理。ん、どう、あ、いけ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 、こうだこうだ、いけ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 、あ、いけいけ、あー、もう寝ちゃう。あー
なんでこれ進むの？クリアしてから望んでほしい気持ち。クリアしてから望んでほしい気持ち。2分と言わず。ね、いやなんかいいところまで来てるよね。ドラキュラが。ドラキュラってこれ？いやー、これじゃないでしょ。きょ。あ、起きた起きた起きた。ゲート。あ、クリアした。私の家はゲーム買ってくれなくて、ゲームはすっごい好きなんですけど、多分買ったらもう仕事も、そんなにハマるハマる、はい、なんかいける気がする。絶対負けねえ。なんだやることをやるだけです。まあ見ててください。ああ、待って。いいね。点数。せーの。せーので言ったら分かんないじゃん。